ルクーニャ出るらしいです。ヤンバルクーニャってね、あの絶滅危惧種に指定されている鳥、鳥類かな。朝方になるとその鳴き声がするみたいでね。お、山奥、本当に山の中なんだけど、ものすごい星が綺麗。ゲラすごいよ。見えないね。肉眼ではすーげえんだけど。いやー、気持ちいい。涼しいわ。お、カエルが鳴いてる。今日泊まってるとこ、犬飼ってる。これね、今日お世話になってるとこはヤンバルの森というここの施設です。結構な酒屋でここね、ちょっとしたコテージみたいな感じのお部屋になってます。ヤンバルの森、ここ気をつけなきゃいけないのが、開けてすぐ閉めなきゃ虫が入ってくるという。シュッと。で、ここが今日の宿泊施設です。でこんな感じです。さっきね、シークワーサージュースとね、なんだろうこれ、フルーツもらいました。でね、沖縄では必須、エアコンついてます。キッチンもあって、で本、ここね電波圏外です。トイレです。トイレがあり、手洗い場があり、でここがシャワー室です。はい、まあ何もやることねえで本読んで寝るかね。今9時48分です。今日はもうちょっとゆっくり明日のプランを考えながら寝たいと思います。はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。ちょっとね、外も散策してみたいと思うんだけど、その前にコーヒー、これこれ山水用意してもらってるんでね、これでコーヒーを入れるとすごい美味しいって言ってました。これでコーヒー入れます。まず山水入れます。はい、おはようございます。はい、なんと今家主さんからパイナップルいただきました。ね、見てこれ、これ朝から贅沢でしょ。これ、ね、パイナップル見てこれ、おっつこれすげえよ。朝の散策行きましょうか。夜にはわからなかったけど、こんな感じでね、緑にすごい囲まれた場所です。これ昨日のね、夜通ったルートと同じ道です。今日のスケジュールとしては、国頭村のね、戸辺岬まで行きます。でそこからぐるーっと回って東村行こうかな思ったんだけど、ちょっとね時間的にね厳しそうなので、そのまま U ターンして鳴き陣の方、元部の方
回っていきたいと思います。よし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 、甘えん坊だね。かわいいかわいい。はい、さっきも言ったようにね、今日はこの後国頭村戸部岬の方行って、でそこで引き返して泣き陣と元部行きたいと思います。一つ一つ